毎度やじす、本日も大会の方やっていくんですが、ちょっと通し待ってくださいね、すいません。わたちゃん、OK、これでいきましょうか。ということでですね、本日もリアタイ動画やっていきますので、ぜひ皆さん最後までご視聴お願いします。ということでですね、今現在ね、レートが結構上がってきて、まあ順位もね、だいぶ後半の方に差し掛かってきてるんですが、ここぞという時に負けまくるっていう、おっと92位の方か、たけさんよろしくお願いしますということです。相手が松葉投手というだけで結構運がいい、うん、松葉投手で良かったと思ってるぐらい。俺もこんな感じでリモ5つ埋めたいわってことですね。相手が松葉投手しっかりで打っていきたいなと思います。さあ、当然ながら一番バッター栗場栗原さんですね。集中していこう。はい、これレード、うわいいねすいません、もうこういう球しか打てません。さあ、もう集中していこう。いや、ボールかー、オッケーオッケー、でもタイミングバッチリ、分かってる、タイミングはバッチリやからいけてる。さあ、前田杉板がやってきたということで、まあ、ツーシーム警戒しながらやっていくわ、集中。なるほど、いや、これ、よいしょー、ナイスいや、いいねさあ、マッケンジ、しっかりね、ツーシームを狙って打っていこう。これはさすがにパーブ速報系。さあ、ツーツーして、とりあえずツーシーム警戒。よっしゃ、これ入っちゃっちゃう、いけ、あー惜しい惜しすぎる、それ入っとったら結構楽やった。3点差は欲しいな。いやー、これ相手どうし、うわ、あっさおさ福さん、いや、これ出されるとちょっとややこしいな。いや、これいやー、いっぱい警戒、もうちょい流したらいっとったら。さあ、和田さん頼む、ここ完璧に抑えていこう。ストレートこうビタビタでいいよ、ビタビタ、甘すぎ赤、いやー、コントロールついてほしい、特殊にマジで。これもう一回高め通信もいくか。いや、これ、いや、取れる、よし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 、決まってる、オッケー。さあ、落合さん来た、降格は怖い。いやー、これカットボールいくわ。いやー、これ怖いぞ、甘い、いやー、それは捉えられるやな、やばいよな。いやー、なんとか0点に抑えないけどな。ここでノリさんはいかつすぎやろ、打線ちょっと。アーティスト続きは犯罪です。いやー、これオッケー、ナイス、オッケー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 、非常にでかい、ここでツーアウト。いや、マジでここは0点で抑えよう。ベスビッチ、エアーボール、よっしゃー、でかいオッケー、最高やん、和田ちゃん、ありがたい。若智子な方決めていこうぜ、ここまた追加点取っていこう、若智子。いやー、これじゃ、よっしゃー、ナイス、若智子、マジで今の完全切れた思った。いや、マジ追加点いけるよ、ここ。さあ、赤井さん、マジで頼む、ここ追加点な。いや、それは無理、それは無理、その縦すらみたいな、それは無理です、はい、それは無理です。タイプやばい、おっしゃおっしゃおっしゃ。さあ、ツーシームは警戒。いや、これいった、いった、あー、パワー不足かよ、マジかよ。ノムさん欲しい、キャッチャー、ノムさん入ってくれ、よし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 。さあ、打ってくれ、三森さん、いやー、これ、よっしゃー抜けた、ありがたい。さあ、一三塁の場面で栗原さんはやばい。さあ、広角は出てないが、まあ広角ついてるみたいなもんなんで、さあ、ここも外角しっかりね、やぶねー、縦カット通信も、縦カット通信も、ナイス、よっしゃー、きたー、これはでかい。さあ、1、3塁で3点やろ、オッケーオッケーオッケー、まだまだいける、まだまだいける。いやー、これでワンアウトはでかい、まだピッチャー交代せえからいけるよ、もう何でも振ろう、何でも振ろう、オッケー、左中間ナイス、オッケーでかい、またまた1、3塁という、もう絶好調の場面。さあ、ここでさすがに帰るやろ、行くの、行っちゃうの、松葉さんで。いや、これ入った、入った、惜しい、その網どけろかきまれよその網どけてくれ、そのなんか数メートルあるやつ、その網なかった、入っとったわ。バッティングスタイルなのでしょうか。いやー、打っちゃった、オッケー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 。さあ、5対0はいけるでしょう、さすがに。いや、ここもしっかり0点ピッチングで、和田ちゃん頼んだ、和田ちゃんやったらいける。さあ、カットボールギリギリから攻めていこう。あー、ギリギリやね。ストレート、これ一回ビタビタいこうか、ストレートビタビタいって、いやー、キョキョキョ、しゃあないしゃあない、それはしゃあない、これ外角カットいっといて、お願い、詰まれ、いやー
もう0点で抑えて終わりたいところなんですが、相手がやっぱそうにはいかないっすよね。いや、オッケー集中、広角ついてるよ。よし、ピッチャー変えよう。そう、ピッチャーを変えよう、とりあえず。モイネロさんでもいいけどね。バンドー最高か、オッケー、バンドー最高。さあ、タイミングついてくれ。いや、キレしかつかんか。これ、ツーシーム行こう。これ、ギリギリ。もうギリギリでいいよ。ボールでもいい。終わっちゃう。オッケー。でかい！ダブレー！怖い。ポテン恐怖症やからさ、マジでやめて、ああいう球、ほんまに。さっきから落ちるんよな。レフトとショートの間とか、ライトとセカンドの間。ほんまに落ちる。いやー、タイピンついてくれよ。これ、高めフォークボール行こう。ボールでいい。ギリボールでいい。頼む。やかっ！先にガン決まられました。いやー、これちょっと怖いぞ、こっから。いやー、勢いつけたくはない。大会でこれ習ったことは必殺ストレート、外角低めのストレート、つまれ。よしでかい。広角持ってない人はここが強いって聞いたんで、まず外角攻め。これツーシーム、よし。いやー、これ次ね、内角、これボール球でいい、ギリボールでいいよ。あかん、あかん、オッケー、ナイス。よし、全然いける、全然いける。2点差やろ。よし、ここで追加点で突き放していこう。頑張って。さあ、相手がね、ピッチャーそろそろ交代してくるとは思うんですが、ピッチャーは交代しません。頑張っていきましょう。松葉さん打っていこう。さあ、マッチ頼む。ファーストゴロに倒れています。いやー、これパワー不足かよ。いやー、そこのストレートマジで無理やねんな。ソフトバンク純正の欠点です、ここ。いやこれ、ハハハハ、俺がこの試合勝ってくれと言わんばかりに、ありがとうございます。ありがとうございます。集中しよう。カイさん打てるよ。引っ張ろう。ダメ押しでも取っておきたいですね。オッケー。もう何でも振ろう、これ。いやー、それボール球かー。それは無理、絶対無理、打たれへん、あれは。さあ、まあまあ、こう集中。三森さん、なあ、そのストレートはずるいてー、マジで。それマジで流しても止まへんねんな。さあ、落合さん怖いぞ、これ。万能さん打たれたら次、モイネロさんっすね。ここは勝ちたい、マジで。これ勝てばレート爆上げなんで。いい球、カットボールいっといて、頼む。オッケー、いやー、それかー、マジか。オッケー、おー、一旦打なってる。さあ、長打はなくて、これ一発出たら同点なんで、もう延長は避けたい。延長はとりあえず避けたいぞ。頼む。いや、これセンター取ってくれよ。あー、これはちょっと怖い。タイピンついた、オッケー、ありがたい。タイピンついたなら坂東さん継続。いや、これスタミナ切れた、もうやめとくか。モイネロ最高。いやー、これモイネロさんにマジで託した、頼む。さあ、タイピンナイス、オッケー。さあ、こっからが重要っすよ、マジで。さあ、スライダーから攻めていこう。オッケー。いやー、マジで取ってくれ。よいしょー、ナイスヒット。守備範囲が広い、ありがたい。さあ、ビッシーが来たね。さあ、スライダー行こうか。もうスライダーギリギリ。いや、マジ、うわー、最悪。うわー、でかい。いやー、でかい、今のはでかい。さあ、ストレート、いや、振れ。オッケー、でかい、オッケー、2マジで、よっしゃ、勝った。オッケー、ありがとうございました、イグイ。いやー、大体ありがとうございました。どうも、モイネロなんですけど、ちょっと眠たい、ちょっとなんか目が疲れてしまって、すいません。もうインタビューする気ないんで、ちょっと寝てきます。おやすみなさい。これはレート完全に爆上げ、ありがとうございます。さあ、572、最高です、ありがとうございます。いやー、マジで最高。今回もうね、全国大会チーム魂杯もう最高、マジで順調すぎるほど順位が上がっています。このままちょっと8000レート乗せて、もうステイ、完全にステイしたいと思いますってことですね。ありがとうございました、皆さん。毎度やんです。昨日ライブ配信でレートがめっちゃ下がった。せっかくライブ配信で見に来てくれた人おったのに、いいとこ全然見せられんかったということですね。いやー、マジでほんまにショックです。はい、
いやー1000以内これ無理やったんで、また次回ちょっと大会頑張っていきますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いしますということで、皆さんバイバイ。